ただいまから1時の定例会見を始めます。はじめに1時から発表がございます。はい、まず1点目でございますけれども、福井県の安全安心プログラム、これのですね、2021から2022のバージョンの策定について、お話をさせていただきます。今日はこの後また本部長からもですね、県警察の本部長からも、ご発言をいただくこととしております。福井県におきましては、平成15年からですね、治安回復プログラムということで、最初に、県警とともに総合的な治安対策、こういったものを策定をしてまいりました。結果といたしまして、その時から18年連続で刑法犯の認知件数は減少いたしておりまして、令和2年における刑法犯認知件数は2764件ということで、戦後最少を記録をいたしているところでございます。そういう意味ではですね、凶悪犯を含めて、福井県の治安はですね、一定、安全安心な状況で保たれているというふうに大きくは考えているところでございます。一方で、この表を見ていただいてもお分かりいただけますけれども、児童虐待、それから女性に対する犯罪、こういったものは増加傾向でございます。それから、特殊詐欺の認知件数について、この件数そのものは少し減っているようですけれども、高齢者の割合というのは、高止まりの状況が続いているということになります。また交通事故についてもですね、令和元年は、31件ということで、死亡事故ですね、31件ということで最少でしたけれども、令和2年はまた10件増加している。さらに特徴的には高齢者のですね、割合が 75% ということで大変高くなっているということでございます。こういうことからですね、今回今申し上げたような点を重点的にこのプログラムを策定をさせていただいたところでございます。県としての主な取り組みを3点申し上げます。まず、子ども、女性、高齢者を犯罪から守る、事故から守る、犯罪から守る対策ということでございます。児童虐待につきましては、先ほど見ていただいた通り大幅に増えてきている状況でございます。福井県ではですね、児童虐待が疑われる、そういう通告があった場合に、現地に児相がですね、児童相談所の職員が出かけて確認をする、全国的には48時間以内にそれを行うという基準になっておりますけれども、24時間以内で行うという高い水準を設定をいたしまして、実行させていただいております。これに対して、専門職であります福祉心理職、これについてもですね、これまでの37名から44名に7名増やすということを考えているところでございます。その上で警察や学校など関係機関との連携の強化をさせていただきます。また DV につきまして、これはですね、家庭内暴力の被害者支援センター、これが8県、県内にございます。この8件の現状においてもですね、実は面接や電話による夜間を含めた対応を行っております。それから24時間のですね、相談体制、こういったこともありますけれども、こういったものをよく周知をさせていただく、いつでもご相談に応じますよということを周知をさせていただきます。また特殊詐欺、高齢者に向けての特殊詐欺が多くなっておりますので、高齢者の方との接触の多いケアマネージャーですとか、スーパーや薬局、そういうところで声掛けをさせていただく、注意喚起をさせていただく、そういうようなことをですね、実行をしていきたいというふうに思っております。続きまして、交通事故から県民を守る対策の推進ということでございます。現状を申し上げますと、先ほど申し上げました令和2年につきましては41人の方が、残念ながらですね、交通死亡事故で亡くなられているということでございます。全体の交通事故の件数はですね、もしくは軽傷者等の数は、だんだんと減ってきていて、50年代でですね、最も少ない、そんな状況になっているんですけれども、死亡事故だけが多い、中でもですね、高齢者の方がですね、巻き込まれる、それがですね、41人中31人ということで、4分の3、75% になっているということでございます。またそのうちですね、14名のお年寄り、31名のうちの14名のお年寄りは、歩行中に事故に巻き込まれ、なおかつ9名が夜間に、交通事故に巻き込まれているというような状況でございます。
また第一、交通事故のですね、死亡事故の第一当事者というのは38件、まあ、交通事故あったわけですけれども、そのうちのですね、16件につきましては、高齢者が、まあ、第一当事者になっている、まあ、こういう現状があるわけでございます。まあ、これを踏まえまして、まず歩行者に向けては反射材をできるだけ普及していく、毎年こういう努力もさせていただいておりますが、なかなか県民の皆さんお一人お一人に届かないという状況がありますので、誰でも行くコンビニエンスストア、こういったところに置いていただく、またはですね、いろんなものを販売しているお店の見える場所に反射材の販売をしていただく、まあ、こういうようなことを徹底をしていきたいということで、それによって反射材の着用の促進を図りたいと考えております。それからドライバーの方、高齢者の方がさっき申し上げたように38件のうち16件がですね、第一当事者が高齢者ということがあります。まあ、アクセルとブレーキの踏み間違いということをよく聞きます。まあ、こういうこともありまして、安全運転サポート車に対してですね、サポカーSワイド、こういうものを買った時の購入の支援ということで、まあ、概ね半額程度と言われてますけれども、2万円の助成をさせていただく、高齢者に対してさせていただくということでございます。それから事故の原因ですけれども、これもですね、同じように人口が、まあ人口あたりで見ますと福井県は残念ながら昨年全国でワースト2という第2位ということでございました。一般的には人口が多いところは人口あたりに直すと交通事故の死亡事故の数が少ない、まあ、そういう傾向にあるんですけれども、同じように人口が少ない県でもですね、福井県よりもうんと交通事故の少ない死亡事故の少ない県もあります。どういうところに特徴があるのか、どうしたらいいのか、まあ、こういったことの調査研究も進めていきたいと考えております。それから治安基盤の強化、まあ、こういうことでですね、犯罪被害者等の支援の内容を周知というふうに書かせていただきました。県議会におきまして犯罪被害者支援条例が、制定されまして、この4月1日から施行されているところでございます。この支援の内容につきまして、県としてですね、例えばフォーラム開いたり、それからリーフレット作ったり、施策集作ったりしながらですね、毎日被害に遭われた方のに対してですね、それこういうことを受けられるんですよということの周知をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。とりあえず私からは以上です。本部長に伺います。警察本部長の遠藤でございます。続きまして、警察本部関係の、重点的な取り組みについて大きく4点、ご説明させていただきたいと思います。まず1つ目でございます。子ども女性高齢者を守る対策の推進というところでございます。先ほど知事からご説明いただきました通り、子ども女性にかかる事案、未だ高水準で推移をしてございます。また特殊詐欺に関しては高齢者の方が多く被害に遭うという現状にございます。県民のアンケートをいたしましても、対策強化を求める声というのが大変多いというところでございます。そこで、新しいプログラムの中では、関係機関とも連携をした子ども女性の安全確保、具体的には例えば追いかけ事案などが発生したその状況の詳細分析をして、それを公表する、部内外でこれを共有して、警戒ですとか、パトロールに活用するということを考えてございます、ことなどを考えております。また、特殊詐欺に関しましては、最新の事実を公表いたしまして、広報啓発などなどを進めてまいりたいと考えております。2つ目でございます。犯罪の起きにくい社会の構築です。戦後最少を記録いたしました刑法案の認知件数でございますけれども、治安上の課題というのはまだ存在をしております。犯罪の起きにくい社会を作る努力というのを継続していく必要がございます。またアンケート調査を見ましても、地域の見守り活動に参加していただいている県民の方々というのはやはり減少してきている。また防犯カメラについてこれをもっと設置してほしいという声が多いというのが現状でございます。これらを踏まえまして、新しいプログラムの中では、パトロール活動のですとか、自主防犯活動の支援をさらに強化を、支援をしてまいる
というところ、例えばその情報発信によって防犯ボランティアの方々のモチベーションをさらに高めていこうということを考えてございます。また防犯カメラの設置を促進とかでございますが、今年から始めました、防犯カメラのアドバイザー制度というのがございます。これをさらに、強化をしてまいりまして、どういったところに防犯カメラをつけたら効果的なのかということをさらに情報提供ですとか助言をしてまいりたいというふうに考えてございます。で次のページです。交通事故から県民を守る対策の推進3点目でございます。交通事故の死者数でございますが、全国的にも下げ止まりの傾向がございます。また当県でも高齢者の死亡事故、これは多発をしてございます。県民のアンケートを見ましても、安全運転サポート車の普及ですとか、運転免許の受験度の環境を充実してほしい、また安全教育ですとか指導取り締まりなどの強化してほしいといった声が多数寄せられているところでございます。そこで新しいプログラムでは運転免許の自主返納環境を充実してまいりたいことを明記してございます。具体的には安全運転相談に従事する者の質を向上させるですとか、相談ダイヤルのさらなる周知を図ってまいりたいと考えております。また高齢運転者の指導充実と書いてございます。運転技能の自動評価システムを本格的に活用いたしまして、高齢者に対する安全指導というものを強化してまいりたいと考えてございます。またテレビ CM などを使いまして、歩行者の安全確保対策を進めてまいりたいというふうに考えております。最後4点目でございます。治安基盤の強化です。安全安心確保するために治安基盤を強化するというのが前提になってまいります。新しいプログラムにおきましても警察安全相談の体制を充実するという明記させていただきました。相談従事に対する研修を強化してその質の向上を図ってまいりたいと思っております。また被害者支援条例に基づく生活支援金の給付などの公費負担制度を、各住民にしてまいりたいというふうに考えております。また警察におきましても先端技術の活用ですとか、デジタル監視、例えばその申請のオンライン化をさらに増やしていくということをさらに検討してまいりたいと考えてございます。現下の治安の情勢を踏まえまして、また近い将来の環境の変化にも対応できるように、県、それから公安委員会はもとより、県民の皆様方と協力をして、連携をして、福井県の安全安心を確保してまいりたいというふうに考えております。私、トラ以上でございます。はい、それでは引き続き記者会見で私の方から発表させていただきます。2点目は新型コロナウイルス感染症対策についてということでございます。特にこれからゴールデンウィークに入りますので、その間に県民の皆さんに特に留意をしていただきたい点、こういった点にですね、絞ってお話をさせていただきます。まず本日ですけれども、これまでのところ6名の方が新規感染確認をされております。結果といたしまして、この1週間で16系統90人の方が感染をされております。入院患者さんは152名ということでございます。そうしますと、まず1週間の新規感染につきましては、ようやくステージ3、県のですね、緊急事態宣言レベルを下回ったというようなところでございますが、一方で入院患者さんについては132であるステージ3といいますか、県の緊急事態宣言レベルをまだ超えていると、こういう状況にあるわけでございます。違うか、県、あ、国だな、国のステージ4、国はステージ3、あ、そういうことですね。132を超えているという状況になっております。そういうことで、今の第4期、特に3月の後半以降のですね、特徴をまとめさせていただいております。この大きく言いますと、若い年代にも広がっている、感染力が強い、それから発症までの期間が短い、これは特徴的だと思います。これらですね、一つ福井県の特徴というか、お話をさせていただくと、積極的疫学調査がですね、スムーズにできている。
感染経路が終えている、まあ、今でも 3、4% 確認できないのがですね、まあ、そんな水準にありますので、まあ、結果としてどういう経路で入ってきているかがよく分かっていることから分かってきた、まあ、そういう状況でございます。その中で若い世代についてはこれまで 20代以下ということは30歳未満ということですが、27.2% だったのが 38.4% に上がった。まあ、これはですね、特に見ていただくと10代以下が1割から2割に増えている。まあ、この影響がですね、ここに表れているというふうに見られます。先般もですね、国 の感染症研究所のですね、クラスター班の皆さんともお話をしておりましたけれども、子どもというのはもともとコロナのですね、受容体、体の方でそれを受け止める、そちらの方が未発達の方が多い中でですね、今までは低かったんですが、今の変異株、もう9割を最近は超えております、福井県内ですね。そういう変異株については、10代が増えたというよりは、普通にうつる、感染するようになってきた、まあ、そういうような状況なのではないかというふうに考えられる。まあ、そういうことで、10代もしくは、若い方々が増えている、まあ、そういうふうに言えるんだろうと思います。それから強い感染力につきましては第3期までの第3期の状況で言いますと大体2割の方が新しい人に移す、まあ、5人のうち1人は移すというような状況でしたけれども、この最近の状況を見ますと約3割の方が他の人にも移す、まあ、3.3 人に1人が移していくということで感染力が上がっている。それから短い日数、これは発症までの期間が大体これまで 4、5日だったんですけれども、大体3日ぐらいに短くなっている。そういう意味では対策を早く取る、もしくはできるだけ早く病院に行っていただく、これが必要になっているということでございます。重症化率の高さについては国立感染症研究所がですね、発表しておりますけれども、変異株の場合は 5.5%、 従来株は 1.6% ということで、まあ、高くなっているというふうなことも言われています。まあ、これ若干ですね、病院の入院体制とかがちゃんと取れているかというところも、差に現れているかもしれませんが、結果としての数値としてはこうして現れているというところがあろうかと思っております。こういったことを受けまして福井県といたしましてはさらに対策を強化をしてまいりたいと考えております。一つは PCR 検査、早期発見早期治療の一番重要なですね、いつでもすぐに検査が行える体制にしていくということでございます。これまですでに PCR 検査で948件、抗原検査で1日4260件でございましたが、これをですねトータル8000件1日でできるようにしていく。まあ、これまで一番多かったのが1046件1日ですので、まあ、そういう意味では十分な量を確保できるということでございます。また病床数につきましてもこれまで265床であったものを今医師会ともよく相談をさせていただいて病院長会議でもお願いをいたしまして近々295床まで広げられる、トータルで宿泊療養施設合わせて410床を440床に拡大をしていくということでございます。これまでの最大の入院者数は178人ということですが、これについては宿泊療養施設をですね、さらに軽症患者については活用するというような、そうした入院のローテーションの仕方もですね、研究しながら検討しながらですね、できるだけ通常の医療もしくはコロナの重症患者にできるだけ早く必要なですね、治療ができるようにしていきたいと考えているところでございます。それで先ほどのエビデンスをもとにですね、申し上げさせていただきますと、もう一つ最近皆さん方も見に触れられていらっしゃるというふうに思いますが、アメリカの疾病予防管理センター CDC がですね、発表した中で感染の経路につきましては、いわゆる物の表面についたものを触る接触感染、これによってかかるものというのは非常に副次的であって、飛沫とかを直接浴びるとか、それからエアゾル、これを吸い込む、こういうことでの感染が非常に多いというふうに発表もされているところでございます。まさに私どもがですね、現場を見ていて感じている結果と非常に近いなというふうに考えております。まあ、こういった点も含めて今申し上げた福井県の状況も踏まえて、ゴールデンウィークについてはまずお話はマスクを徹底をしていただきたい、また県内でお過ごしをいただきたい、これをぜひ県民の皆さんにお願いをしたいというふうに思っております。
まずお話はマスクの徹底ですけれども、これはもう会話をするときにはマスク、お話を発話する、声を出す、このときにはマスクを必ずする、こういうふうにお願いをしたいと思います。特にお話というのは相手があって成立しますので、ただどっかでこう大きい声を出して歌っているのと違いますので、その前のときには必ず相手がその近くにいるというのが多分前提だと思います。まあ、そういうことからもお話はマスクというのは合理的な考え方だと思います。会話の際には必ずマスクを着用する。それから飲食をするときにはマスク会食をぜひとも県民の皆さんにお願いをしたいというふうに思っております。それから屋外活動であっても会話のときのマスクの着用をお願いします。よくバーベキューで感染されていらっしゃる方、これもマスクなしで会話をしていたということが意見の中でいろいろ聞いておりますと出ております。スポーツの活動でももちろん本当に苦しい瞬間にですねマスクするということは難しいと思いますが、とにかく落ち着いたら少しでも、すぐにマスクをつけていただく、こういうことを徹底をしていただきたいというように思います。それから県内で過ごすということをぜひお願いしたいと思います。福井県の感染の拡大の仕方は現状においても、基本的に初発今まで系統に属してないなという方をですね調べていきますと、基本的にはみんな県外で感染をされて中に持ち込まれるか、県外の感染者が中に入ってこられて、マスクなしの会食もしくは会話、そういったことをご家族で家内、こういったことでですね感染をして、そこからクラスターが発生する、もしくは県内の、家族に移すとか、そういうような状況になっているわけでございまして、そういう意味では恐縮でございますけれども、人の移動、特に県境を越えた移動についてはどうしても、自粛をお願いせざるを得ない、そういうことで、県内でゴールデンウィークをお過ごしをいただきたい、旅行も、県外との帰省もしくは旅行、これは控えていただきたい、こういうことでございます。それから、できるだけ来県を控えるように呼びかけていただきたいというふうに思います。お子さん、会社の関係、こういったことについては、もう不要不急の場合は、来県しないようにお願いしていただきたいと思います。一般的に旅行に来られる方、これについてはですね、基本的にはこれまでも、感染が広がったという例は、もしかして起きているのかもしれませんが、完治はされていない、そんな状況でございます。基本的に考えますと、旅行者の方というのは、基本的には、福井県民と接するときには、他人同士ですのでマスクをした状態でですね、いろんな形で、接することがほとんどだというふうに思います。そういう意味では、一般的な旅行まで止めると県外の人をですね、そういったことまではいたしません。ただ、自分のお友達とかそれから家族とか、こういうときはですね、ご案内もちょっと想像していただけばお分かりと思いますけれども、やはりマスクを外してですね会話をしたり食事をしたりすることが増えると思いますので、恐縮でございますけれども、そういった点を十分に呼びかけもしていただきたいというふうに思っております。それから県内でお食事をされる際にはマスク会食推進点というのを今出てくる、次のページマスク会食推進点、このステッカーがあります。福井県はすでに今国から推奨されておりますが、この感染防止対策を徹底していることを確認するということはもうすでに終わっております。県内ではですね、3000店舗、もしくは、飲食店に限らず、利用とかですね、マスクを外す可能性のあるような店舗、4200店舗について、この確認は終わっております。今回はマスク会食推進点というのを一斉に広げてまいります。本日からですね福井市内の、繁華街、こういったところをですね、店舗職員が巡回してまずマスク配らせていただいたり、それから巡回して声掛けをさせていただく活動を始めさせていただきます。県民の皆さんにもぜひですねマスク会食の推進点をご利用いただくようにお願いをしたいというふうに思います。せっかくですね、ゴールデンウィーク中ですので、ご家族で食事を家の中でもするということも多いと思います。そういう時ですので、マスク会食ってどんなもんかっていうのまだ試された方もあまりいらっしゃらない方もいるかもしれませんので、そのですね、チャレンジしていただく、
マスク会食のチャレンジをですね、マスク会食チャレンジ、こういったこともですね、このゴールデンウィーク中にやっていただくといいかなと思います。本当にちょっと意識すれば何でもない、会話は例えば4人で会話する、飲食するときに懇談するということを考えていただいても、1時間のうち15分以上、4分の3はですね、喋ってる時間、聞いてる時間になります。まあ、そういう意味ではですね、マスク会食っていうのは口に物を含んでもふもふする間は、まあ、マスク外してるんでしょうけれど、話すときだけマスクをきちっとする、片耳にしてですね、でこうすればですね、そんな難しいことではありませんので、ぜひともお願いしたいと思います。まあ、もちろんこういうところでですね、直したらここで汚れるじゃないかということは言われる方もいらっしゃると思います。そうだと思います。できればそういうことを避けた方がいい。その意味ではですね、この紙マスクは非常によくできてまして、耳のところはよく伸びるので、私の経験から言うとですね、この紙マスクを使うとマスク会食はしやすいな。あとは先ほど CDC の結果でこう手についたもの、もちろんついたと思ったらできるだけ消毒も必要かと思いますけれども、それほどの感染リスクになるわけではない、この場合はですね。ですので、あまり神経質にならないで、それよりも飛沫感染を避ける、このことを、まあ、ご推奨をしたいなというふうに思っております。その上で、観光客の皆さんに対してもですね、JR の主要駅、サービスエリア、道の駅、観光施設などで、例えばお話はマスクというポスターを貼らせていただく、もしくは、お話はマスクということの注意をですね、喚起をさせていただく、またお店にはですね、この推進店には、このシールを貼っていただきますし、それからマスク会食を徹底しましょうという、こういうポップをですね、卓上に置いていただく、まあ、こういった活動をこれから一斉に進めさせていただきます。県民の皆さんにはぜひですね、このマスク会食推進店をご利用いただきたいと思いますし、今私どもはですね、まあ、状況の推移を見ながらと思っておりますけれども、5月13日まで緊急事態宣言を県独自で出させていただいておりますが、5月14日以降はですね、 GoTo イート、これは今も発行をですね停止しておりますが、いずれ再開をしていきます。でまあ、5月14日になったらできれば、まあ、再開できる環境になっていればというふうに思いますけれども、そういう段階からはですね、今度は、GoTo イートのプレミアム食事券を活用できるお店をですね、このマスク会食推進店に限定をしていく、もうマスク会食推進店でなければ GoTo イートの、クーポンが使えない、まあ、そういう状況にしていこうというふうに思っております。まあ、今はちょっとブレーキ的なですね、お話も申し上げましたけれども、今まあ全国的にですね、緊急事態宣言の地域をはじめとして、いろんな形で社会のですね、規制が広がっています。私どもがですね、今のところ得ている、まあ、そういう知見、もしくは経験から言いますと、先ほど来申し上げている、社会の活動を止めるということよりも、こうしてですね、マスク会食、もしくはお話やマスクを徹底することの方が、効果が大きいだろう、それができるかどうかがですね、非常に大きいと思います。まあ、そういう意味でですね、私どもとしましては、マスクを使って会話をする、会食をする、まあ、こういうことにですね、力を入れる、そういうことのインセンティブを高めていく。例えばマスク会食でな推進点でなければ、当面、時短とか 休業とかっていうことがあるけれども、マスク会食をきちっとやるなら、例えばですね、それに対してはインセンティブを与えていくとか認めていくとか、まあ、そんなような方法もですね、今後もしかして、福井県でですね、感染が拡大した時には、取らせていただくかもしれません。そういうことにならないようにですね、ぜひとも、お話はマスク、もしくはマスク会食、これの徹底をお願いしたいというふうに考えているところでございます。福井県はもう基本的には、このマスク会食、マスクを、お話はマスクを使いながら、できるだけ、経済を止めないように、経済との協力、両立を図っていきたいと考えているところでございます。ちょっと長くなってすみません。続きまして、福井県ドクターヘリの運航開始についてお話を申し上げます。運航開始日は5月24日ということにさせていただきます。基地病院は福井県立病院ということになります。朝の8時半から日没まで、これはもう年末年始を限らず365日運航をさせていただきます。まあ、好天時は運航ができないときはございます。運用の範囲は福井県全域でございます。
それでドクターヘリの役割でございますけれども、いち早くお医者さんがですね現場に行けるということで初期治療を始めることができる。そうすることで救命率の向上、さらにはですね後遺症が残りにくい、まあ、そういうような効果があるということが期待をされております。それからですね、搬送時間も短縮ができるというようなことでございます。広域災害などにも対応ができるということでございまして、まあ、これまでですね、関連する病院との連携連絡の仕方とか実際にランデブーポイントでですね患者さんの、まあ、疑似患者さんをですねこう移し替えるとかそういう訓練をしてまいりましたので5月24日から、これをですね行いたい開始をしたいと思っております。時間的にはですね、まあ、時速200キロぐらいで走ります飛びますので高浜町25分とか小浜20分とか県立病院までの時間もですね短縮をされるというふうに考えて期待をしているところでございます。合わせてこれまで行ってまいりました刑事ドクターヘリ滋賀からですね嶺南地域に飛んでいただくもしくは岐阜県から泉地区ですね大野市泉地区に飛んでいただくこれについては継続をしてまいりたいというふうに思っております。ドクターヘリについては以上です。それでは4点目のお話をさせていただきます。それでは昨日のお話を申し上げましたが私から40年超運転の再稼働をですね見込まれております美浜3号機それから高浜1、2号機の再稼働についての判断を申し上げます。美浜3号機、高浜1、2号機につきましては、昨年の10月16日にですね、資源エネルギー庁の保坂長官からですね、40年超運転のについての地元の理解と協力を求められたところでございます。その上で、2月12日には、梶山経済産業大臣からも同様にですね、理解と協力を求められたところでございます。福井県におきましてはこの再稼働の判断にあたりましてこれまでの続けてまいりました原子力行政の3原則まずは安全の確保立地地域の立地地域の理解と同意それから地域の恒久的福祉の実現このですね福井県の原子力行政三原則、これに基づいて、一つ一つ丁寧にですね、確認をさせていただいてきたところでございます。まず1点目の安全の確保についてでございます。国内で初めての40年超運転ということになるわけでございますので、原子力安全専門委員会ではですね、平成28年から、5年にわたりまして、14回の審議と、それから現地の調査を行って、例えば安全審査の状況ですとか、または現場のですね工事の進捗なり、実際の現場の状況、こういったものの確認をしていただいてきたところでございます。これにつきましては、ご案内のとおり、今月の22日、先週の木曜日にですね、原子力安全専門委員会の倉谷委員長から私に対しまして、原子炉の原子炉の工学的な安全性の確保に必要となる対策、これについてはソフト、ハード、両面から講じられているという報告をいただいたところでございます。それを受けまして、24日の日に私もですね、美浜3号機、高浜1、2号機を視察をさせていただいたところでございます。また昨日はですね、関西電力の森本社長からですね、長年、起動していなかった原子力発電所を再稼働するということでもありますので、通常求められている水準を超えてですね、要因を置いて慎重に、この作業を進めていくということもございましたし、プラントの安全性の確保を何よりも先頭に立って社長自らが先頭に立って確保していく、そういった覚悟決意をですね確認をしたそういうところでございます。もとよりですね安全性の追求というのは終わりがないわけでございます。
まあ、これに対してですね、引き続きより高い、もしくは新しい知見に基づいてですね、高い水準を求めていく、継続してですね、安全神話を生まないでやっていただく、こういったことをですね、していただく必要がありますし、また国にはですね、いろんな形で説明はしていただくんですけれども、分かりにくい表現も多い。まあ、こういったところをですね、県民にも安心していただく、国民にも安心していただくように、分かりやすく説明をしていただく、こういう活動を引き続き我々としても求めていきたいと考えているところでございます。また、万が一に備えた避難経路、これにつきましても、今年の1月までにですね、美浜、それから高浜、両地域の、広域避難計画、これについては、改定もしくは策定が終わっております。原子力防災会議で決定をいただいているところでございまして、福井県のこの両原発に原子力発電所につきましては、町内会単位で避難先が決まっておりますし、また複数の経路、避難経路が確保されている、まあ、そういう状況でございます。また新型コロナウイルス感染症対策についても講じられているということでございまして、今後につきましても、まあ、訓練を通じながらですね、さらに安全性を高めていく、まあ、そういったことを実効性を高めるという活動をしてまいりたいと考えております。2点目の地域住民の理解と同意につきましてお話を申し上げます。これにつきましてはまず今月の2月1日に高浜の野瀬町長から、それから美浜の町長からは、豊島町長からは、2月15日にですね、再稼働の同意という判断をお伝えられたところでございます。また県議会におきましても、さまざま2月議会、それから4月、先週ですね、全員協議会ですとか、また臨時議会、こういったところでご議論をいただいたところでございます。まあ、その結果、県議会としては先週の23日、金曜日にですね、一定の再稼働についての考え方が示されたという状況になっております。原子力の必要性ですとか安全性、それからですね、重要性、こういったことについてはもう一義的には国や事業者がそれを果たしていく、そういう説明責任を持っているわけですけれども、県といたしましても県主催のですね、説明会も開催させていただいて、私もですね、いろんな形でお話も聞かせていただきましたし、いろんなやり取りもですね、実際にも読ませていただいたりも、現場にも行かせていただいた、こういうことを繰り返させていただいて、一定程度そういった理解もですね、県民の皆さんにも進んできたかなというふうに考えているところでございます。今後の課題といたしましては、何といってもいろんなところで、もしくは県議会でも議論がありました、立地地域のことを消費地がですね、批判をする、そういうような構図を改めなければいけない、こういうようなお話もございました。こういった意味でですね、今後とも国事業者にはですね、原子力発電の必要性、重要性、それから安全性についてしっかりと県民国民に対して広報を分かりやすくいろんな形でやっていただきたいと考えているところでございます。また何よりですね、国の原子力政策、こういったものがですね、明確にならない中では、立地地域の住民はですね、どちらに向かって何のために私たちが志を持って協力をしているのかが分からない、このことはもう再三再四、私は国に対しても申し上げてきたところでございます。これに対して昨日ですね、梶山経済産業大臣からですね、2050年のカーボンニュートラルに向けて、将来的にも原子力を活用していく、持続的に活用すると、言い切りの形でですね、表明がされたわけでございます。また次期のエネルギー基本計画につきましても、この議論の中ではですね、同じゼロエミッション電源の再発、再生可能エネルギー、再生可能エネルギーをですね、もっと重点的にやったらどうかという声もある中で、昨日ですね、大臣からは、2030年度の目標数値、これをですね、これまで通り、2割程度まで、現状 6% ですけれども、2割程度まで引き上げていくということを、明言をいただいたわけでございます。
合わせて2050年のに向けてですね、原子力の将来像、こういったこと、さらにはその道筋を具体的に計画の中に書き込んでいくという意気込みを示していただいたところでございます。国の方針というのはですね、今後しっかりと、まあ、原子力エネルギー基本計画だけでなくてですね、いろんな形で、全ての施策の中で、明確にしていただく、前に進めていただく必要があるわけですけれども、エネルギー政策の責任者である梶山大臣からですね、そうしたお話を伺えたというのは、国としての一定の方向性がそこでですね、示されたものと考えているところでございます。それから3点目、地域の恒久的福祉の実現について、まあ、これについてはですね、これまでも、まあ、国の方の方針が変わってですね、廃炉が全国的にも県内でも多くなった、まあ、こういう状況の中で、国として電源散布交付金、こういったものの充実、さらにはですね、それだけではなくて、立地地域の振興、もしくは将来の姿、こういったものをしっかりと示していただきたいということを申し上げてまいりました。これについては国としてはですね、40年超運転にあたっては1サイト当たり25億円を最高とする新たな交付金を創設するというお話がございましたし、また立地地域の将来像を国、事業者、それから立地地域3社でですね、共有する、まあ、そういう意味で国が主催する立地地域の将来を考える競争会議、これの創設も明言をいただきました。その上でですね、これは経済産業省にとどまらず、関係する各省は一体となって、それに取り組むというふうにもお話をいただいたところでございます。さらには福井県で進めております嶺南インコースト計画、これもですね、この4月1日から連携の組織、嶺南インコースト計画の推進組織をですね、4月1日に敦賀に設けたところですけれども、これは福井県の仕事をやるということではなくて、みんなで立地地域をの将来を高めていく、こういう意味でそれぞれの仕事をするという意味で、国、それから事業者も参画して、こういったものができたところでございます。さらにはこれは経産省とか文部科学省とはまた違いますけれども、国土交通省においてもですね、我々の長年の悲願でございましたけれども、国道27号線の青葉トンネル、まあ、これもですね、避難道路ともしても使える大事な道路ですけれども、これについても今回事業着手を認めていただいたところでございます。まあ、こうした形でですね、立地地域に対する恒久的福祉の実現、こういったことも、一定程度進んだと考えているところでございます。こういった点を踏まえまして、私は、美浜3号機、高浜1号機の再稼働について、この本県の原子力行政3原則に照らしながら、県の原子力安全専門委員会の慎重な審議、地元の美浜町、高浜町、それから県議会のご意見、さらには国と事業者から示された内容を一つ一つ確認をしてまいりました。それを踏まえまして、本日これを総合的に勘案をして再稼働に同意することといたします。同意したという内容につきましては、梶山経産大臣には今日の午後にでも、お電話があると思いますけれども、お伝えをさせていただきたいと思っております。なお、今回の再稼働につきましては、依然として県民の皆さんに不安の声があるということは十分に承知をいたしております。事業者に対しては一層きめ細かにですね、点検や安全対策、それから協力会社を含めてしっかりとした体制を敷いて、慎重かつ丁寧にこれから対応していただきたいと思いますし、何よりも、再開した後もですね、安全神話に決して陥ることなく徹底してですね、安全運転、これを心がけていただきたい、安全最優先で進めていただきたいというふうに考えておりますし、私どもとして国、それから事業者に対して常に確認を行っているというつもりでございます。また県といたしましても、燃料の増加、それから原子炉の移動、いろいろこれからですね、重要なポイントが出てまいります。
責任を持って判断できる職員をですね、その都度現場に派遣をいたしまして、監視の強化を行っていきます。小さな事象ですとかトラブルも迅速に情報共有できるように、国と事業者との連絡、情報連絡体制の充実も図っていきたいということでございます。県民の皆様のご理解、ご協力をぜひよろしくお願いいたします。私からは以上でございます。